こんにちは、R です。スプラトゥーンの社長、サダン団長、 R でございます。今日もですね、皆様からいただいた小ネタをポリポリと調べていきましょう。なんとね、ちょっと前の動画で、あのリーグターミナルにオクトのあの路線図が載ってあるっていう調べたじゃないですか。あれでね、さらにあのオクトの入り口がありますよっていうコメントがあったので調査したいと思います。こちらです。じゃじゃん。ありがとうございます。アルさん、これたかな？リーグターミナルで真ん中にある橋の下に奥との入り口があります。これは縄張りしかできないので注意してください。調査失礼しました。ちょっと行ってみよう。縄張りのルールで、リーグターミナルで真ん中の橋の下。そこの真ん中の橋の下ってことだよね。これ？なんでこれがオクトの入り口なんだ？これ？なんかあんのかな？待てよ、この、エレベーターか、こっちの入り口が縄張り以外ではないってことよね。ちょっとそっから割り出してみようか。ちょっとルール変えてこよう。さあ、これエリアですね。エリアだと、両方あるな。これじゃないのかな。一応全ルール見てみるか。これ、矢倉ですね。矢倉は、こういう風に、塞がってはいるけど、入り口みたいなのは、あるね。なんだ？これはガチホコですね。ガチホコも、入り口とかはあるですね。あるですね。このことじゃないんかね。はい、ガチあたりも一応来てみましたが、ここに、あるよな。でも、全ルールあるってことはこれじゃないってことだよね。縄張りのところに何かがあるってことだと思うんだよな。じゃ、縄張りで詳しく調査してみるか。よく見たら縄張りじゃないんだよね。これは縄張りしかできないので注意してくださいって書いてあるんだよな。まあ、多分間違いだと思うんだけど。縄張りでしょ？このバルーンがあれだな。縄張りだけあるね。これが、あれかい？オクトへの入り口かい？そもそもオクトの路線図があそこにね、あるんですよ。ほら、普通の京都の路線図があって、その右下に、あれがね、オクトの路線図の一部となっているわけなので、何かしら繋がっとってもいいような感じにはなったよね。で、オクトって深海メトロっていうところなんで、やっぱり地下にはあるよね。となると、この下、橋の下ってもしかしてこっから降りた時に何か見えるのかも。そういうことか。すぐ終わった。落下判定が早いね。いや、待てよ。このエレベーターどこに行くんだ？このエレベーターおかしいぞ。だって、下の矢印しかないけ、下に行くっていうのはわかるじゃん。でもこの下ってさ、見て。階段。ほら。この下すぐ階段になっとるけ、下に行っても、あそこまでしかないんだよね。そういうことか。異世界に繋がっているとか。おい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 。やってくれたね。これは何なんだ？これは階段かね。ちょ、インフォメーションセンターに聞いてみようか。これインフォメーションセンターでね。すいません。すいません。オクトに、ここにもあるじゃん。路線図が。この下になんかいるな。あそこって食アンダーとかでも貼り付けんのかな？あそこあるじゃん。ペタン。ここで、休憩してる。ここはダメなの。あの目玉。これ、オクトのマークじゃん。待てよ。マジでか。ちょっと寒気がした。待って。そういうこと？そういうことじゃん、これ。すげえよ、これ。ちょっと待って、この、ねえ、いろんなステージのところには貼ってなくって、外側にだけ、ちょっとオクトのマークあるやん。ほんまじゃん。ちょっと待って、あれ？ほんまじゃん。嘘。あの目玉ってことかな？この下にね。
あそこにもあるし。にょーん。何かしらのつながりはありそう。他にシールは？これオクトって書いてあるのかな。何のマークかよくわからんけど、ちょっと信憑性を帯びてきましたね。なんだ？こっち側降りれんのかな。でも貼り付けそうにないね。このデボンのとこには貼り付けるか。でも多分これ落ちたらダメだよね。水没判定で戻ってくると。ちょっと縄張り以外であのシールがあるか見てみようか。シールはありそうだね。でもあのシールがあるってことはやっぱりオクトに繋がってるよな。あの目玉とかあのかすれ具合とか絶対狙ってやっとるよね、イカゲンの人。もう昔から貼ってやりますよ風な。あの目玉はね、マジでオクトに出てくるんですよ。ちょっとオクトも見に行こうね。写真撮って。これと、これね。いっぱい貼ってある。待って待って待って、いっぱい貼ってあるじゃん、あそこ。電車来たけど。電車ちょっと邪魔なんですけど。ちょっと早くどいてもらっていいですかね。ああ、ありがとう。ほら、めちゃくちゃ目貼ってあったわ。これが橋の下ってことかな。多分ね。奥戸行きとか書いてないのかな。深海メトロみたいな。来た来た来た、電車。はあ、過ぎてた。早っ。へえ。よし、奥戸見に行こう。さあ、あの目玉のマークなんですが、中央駅とかにあるかな。そういえば奥戸側の調査してなかったけど、路線図みたいなものはないのかな。あ、ほらほら見てみて。あそこにめっちゃ同じシールが貼ってあるんよね。ほら。そういえば、奥戸の一番最初に、奥戸エキスパンションとは別の路線図があるんですよ。ちょっとそれ見に行ってみようかな。行ってみよう。ドン・グリオは多分奥戸やってないはずだけ。ドン・グリオで。2やってないよな。あ、よしよしよし、2やってないアカウントだ。これで、懐かしいね。で、一番最初に奥戸に行った時に、さあ行きましょうか。でね、このね、じいちゃんとの会話が終わった後、すぐ右に行くとですね、見知らぬ路線図が確かあって、あそこにね。あれと、あれは関係ないかな。竜宮ターミナルは。なんか、どっかな、違いそうかな。で、目がいっぱい貼ってあるんだよね。懐かしい。このインクを使ってね、こうやってね、全部の床を塗ったりもしたね。懐かしいな。路線図らしきものはあそこにしかないのかな。あとは奥との路線図じゃもんね。よし、ちょっと形が似とるか調査してみよう。さあ、竜宮ターミナルに行って、あの奥とで見た路線図の近い形があれば、つながりがあると言ってもいいんじゃないでしょうか。あれが京都駅の路線図ですよね。京都駅というか、竜宮ターミナルか。ふん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 。横に3本あって、縦に2本ですね。で、これが奥戸にあった路線図なんですが、結構複雑だね。横に3本、縦に2本。一番上のピンクがガタガタガタってなってるね。ガタガタガタ、でも逆か。なるほどね。で、1個思ったのが、この、奥戸の路線図の真ん中の中央駅あるじゃん。あれ、駅名ちょっと読めんけど、あれが、電車の行き先に書いてあったら、確定じゃない？今思ったんですけど。うわぁ、あれどっかで読めないかなぁ。お、来た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 。この行き先は？長いね。乗ってるやつで奥戸っぽいやつおらんかなぁ。あの辺の風船、ジェット風船、クラゲとかね。これが行き先の、まあ、3文字みたいな感じで。で、これか。なんか読めるとこないのかな。29のシールが、あの、路線図なんですよね。ってことは、ロッカーでシールがドアップで見れるってことか。怖っ。異界の仮面だけ落ちてる。これね。これをじゃあ貼って、うわ、全然見えんわ。もうちょっと見せておくれよ。絶対あり得るよね。この文字と、なんか似とるような気もするんだよな。なんとも、なんとも言い難いな、これな。というわけで今回いろいろ調べてきたんですけれども、竜宮ターミナルやっぱり調べれば調べるほどね、奥戸と関わりがありそうなんだよね。まあ路線図が書いてあること、そしてあの目玉のマークが地下のホームに貼ってあること、
さらに他にね、何か決め手となるものがあればよかったんですけれども、なかなかちょっと見つけることができなくて、こういうね、ところとか、オクトとか書いてあっても、おかしくないんじゃないかなと思うんですけれども、あとはそうだね、その、クラゲって、ステージにおるクラゲって、大体こういう感じで丸いやつしかおらんのに、電車の中には長いやつが乗っとるよね。あれが一つのヒントかもしんない。ほら。長いやつってオクトで初めて出てきたじゃん。でけえ、繋がってるよっていうマークなのかもしれないですね。いや、この目見つけた時はゾッとしたな。ちょっと他にも皆さん、オクトに繋がりがあるところとか見つけたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。オーケー、ありがとうございます。このチャンネルはこんな感じでね、皆様のコメントをもとに、スプラトゥーンのね、噂とか調査しております。こういうね、小ネタの動画なんですけれども、1500本超えておりますので、ぜひね、チャンネル登録をしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。そういえばこの依頼コメントの橋の下の文っていうのは何のことだったんだろうな。これかな？か、あの目玉のことなんかね。もしちょっと見ていらっしゃいましたら、詳しく教えていただければ、どれが奥との入り口なのかね、教えていただければなと思います。目玉もあったからね。なんかマジでまだあると思う。お願いします。 OK、 じゃあねー、バイバイ。